コードネームはチェコのブラーダ・フバチルによって2015年に考案されたボードゲームである。通常2人以上からなる2つのチームの対抗で行われるが2、3人で行う特別ルールも存在する。コードネームは配置された25のコードネームの中からボスのヒントをもとに自分のチームのエージェントを探すゲームである。 プレイヤーは赤と青の2つのチームに分かれる。各チームは1人のボスとその他のプレイヤーに分かれる。ゲームにはコードネームが書かれたカード、回答の配置が書かれたカード、正体を識別するカードの3種類を使用する。ゲームを始める前にコードネームが書かれたカードを25枚選び午後の形に配置する。各カードには猫、人参、 衛星などの言葉が書かれている。配置されたコードネームは各チームのエージェント、一般人、暗殺者のどれかになる。ゲーム開始前に配置が書かれたカードを1枚選ぶ。このカードには午後のマス目が描かれており、赤、青、褐色、黒の4色で塗られている。マスは並べられたコードネームに対応している。このカードはボスだけが見られる。向きがわかるように、 専用のスタンドが付属している。各チームの手伝いの時、ボスは自チームのエージェントを探すためのヒントを提示する。ヒントは1単語、1つの数字で構成される。単語はコードネームを探すための直接のヒントとなる。場に存在しない任意の単語を使用できる。数字はそのヒントから導かれる、回答の数を表す。例えば、海外旅行と、 3を提示した場合、海外旅行から推測される単語が3つあることを意味する。数字は、そのターンに、プレイヤーが選択できる単語数の上限を設定する。ヒントが提示されたら、他のプレイヤーは場のカードの中から1つを指定する。どの場合でも、指定されたコードネームの上に識別用のカードを置く。自チームのエージェントをすべて見つけたチームが勝利となる。 このゲームは2016年のドイツ年間ゲーム大賞を受賞している。ボードゲームギークのランキングでは総合で17位、パーティーゲーム部門で1位になっている。このゲームは少なくとも25の言語で発売されている。2016年に続編となるコードゲームピクチャーズが発売された。カードが文字ではなくイラストになっており、配置されるカードの枚数も54枚に減っている。 ありがとうございます。